トレブルコーンはニュージーランド、オタコ地方、ワナカにあるスキー場である。平均降雪量は2.7メートル。8月の平均積雪量は1.3メートルである。営業期間は通常の場合は6月最終土曜日10月第2、日曜日まで営業時間は9時から16時までとなる。ニュージーランドは南半球に位置しているため、北半球の夏にスキー。 スノーボードができる数少ないスキー場の一つである。以前は全日本スキー連盟のモーグルチームの下記、練習地であった。現在はオーストリアとノルウェーのアルペンスキーチームの練習ゲレンデである。マレー・ラフィルズとラルフ・マークビーによって1967年に設立された。近年、投資会社に売却されるまでは地元の人々によって小規模な経営が行われていた。 このため、ワナカクイーンズタウン周辺にある他の商業的スキー場には見られない地元に密着した心地よい雰囲気が地元民の熱狂的な支持を得ている。ハイキングツーザサミットオブトレブルコーンワナカの北西にあるハリスマウンテンズの北端にあるトレブルコーンの東斜面に開けたスキー場である。ゲレンデ上部からのワナカ湖、アスパイアリング山の展望が素晴らしい。 10%が初心者コース、45%が中級者コース、45%が上級者コースのゲレンデ構成。ゲレンデは全体的に急斜面で数多くのシュートが上級者を魅了する。地元のガイド会社によってスキー場の一番奥に位置するモタタップシュートのツアーが行われている。全部で4つのリフトによって1時間あたり4500人の輸送力を持っている。 内訳は、ニュージーランド唯一の6人乗り高速リフト、4人乗りリフト、初心者用、マジックカーペット、初心者用ティバーリフトである。2008年、トレブルコーンのゴンドラ10年計画が承認された。しかし、現在の不強化では計画の進展はない。ビューフロムトレブルコーンオブマツキツキバレーフロアー、クライストチャーチの新聞プレス誌によれば、このゴンドラは、 ケトルフラットからスキー場ベースまでの約 3.6km 区間の標高差 945m を約11分で結ぶ計画であり、1時間に2000人の輸送能力がある。ゴンドラ計画は過去に何度も計画されていたが、2004年に3人のオーストラリア人が運転操作を誤って亡くなったことから計画が動き出した。ゴンドラ計画によって、 スキー場にアクセスするための最大の障壁であった最後の 5km 区間の問題が解決されると考えられている。また、スキー場にとっては駐車場の小さな収容力も問題であり、晴れた新設の日には 1km 以上もアクセス、道路上に路上駐車が続くことも稀ではない。2006年当期の好調なチケット販売によって実際の計画が動き出した。 この計画によって、スキー場が混雑することを除いては、地元民におおむね好意的に迎えられている。ワナカから車で約30分。クイーンズタウンから車で約90分。最後の5キロメートルは、幅の広い砂利道をスキー場まで登っていく。最後の5キロメートルは急勾配のため、ゴンドラ建設計画が進んでいる。現在は、スキー場の有料車トルバスが、 舗走路終点からスキー場までの間を結んでいる。ワナカとクイーンズタウンにある複数のバス会社がスキー場への路線バスを営業している。基本的に朝6から8時の間にホテルやインフォメーションセンターを経由してスキー客を拾い9時頃スキー場に到着する。帰りは16時にスキー場を出発して17から19時頃に帰ってくるスケジュールで運転される。 2010年の冬シーズンには、クイーンズタウンに本社を置く、グレノーキー航空が、クイーンズタウン空港から、ドレブルコーンスキー場の直下までのセスナ機によるサービスを行っている。利用者は、スキー場まで無料のシャトルを利用可能。約一人の日本人インストラクターがいる。数多くのヨーロッパアルプスや北米のインストラクターが在籍し、 少人数を主体とした質の高い指導を行っている。メキンズ・デイ・ロジオン・ザ・フィールド・トレブルコーンレースアカデミーは南半球でも最高峰のレーストレーニング学校である。生徒は世界各地に及びニュージーランドのスキーレースの競技レベルを世界レベルに保つのに大きな貢献をしている。現在、トレブルコーンはコンチネンタルカップベルのスキーレースを開催する。 南半球でも数少ないスキー場の一つである。怪我をした場合には、罠の街中に駐在している日本人通訳に電話することで海外旅行保険に加入している人を対象とした無料医療サービスを受けることができる。怪我によっては、和中町中での医療通訳も手配してくれる。2007年冬季のシーズンパスは2200ドルにまで高騰した。地元民にとっては、 この価格は世界で最も高いシーズンパスだと考えられている。様々な新聞に取り上げられ多くの批判の手紙がスキー場に送られた。これに対してスキー場側はゴンドラ建設費用、環境整備対策費用などの理由を挙げて理解を求めた。スキー場によるプレスリリース2008年当期はトレブルコーンにとって試練の年になった。 雪質が非常に良かったにもかかわらず、地元民から見放され、柄空きの状態が続いた。投資会社は、この損失を埋め合わすためにシーズンパス価格の見直しを経営陣に求めた。この結果、2009年当期のシーズンパス価格は990ドルに抑えられ、地元民は、この決定を喜んでいる。ありがとうございます。